ナース系中華トイガン、レベッカ 18G、ブラック。はい、皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。今回はこれをご紹介します。メルカリで1000円でゲットしたレベッカ 18G ブラックです。どうぞ。以前にいただいたコメントでレベッカ 18G ブラックというグロック系のトイガンがあることを知り、ネット検索したらメルカリで1000円で出品されていたのでゲットしてみました。ゲームセンターの景品のようですね。箱絵がとってもかっこいいので中身が気になります。レベッカっていうとフレンズとかロンリーバタフライとかしか知らないんですけど、これがレベッカ 18G。付属品はカートリッジと弾が少々。レベッカなんて言っているけど、明らかに昨年流行ったカート廃墟式エアコキのブロックじゃん。トリガーアクションブローバックのレーザーガンが流行っている今となっては古臭いよね。G18 の刻印はありません。それなのにオーストリアとか後継の刻印は施されています。セミフル切り替えセレクターは当然モールドのみで動きません。その他の刻印も省略。20ミリアンダーレールがあって、グリップにフィンガーチャンネルもあるのでジェネレーション3のブロックですね。右側面にはネジ穴が目立ちますね。右側には刻印は一切ありません。チャンバー周りも安っぽい銀色のシール。スライド後端もこの手のブロック特有の変な丸っこいデザイン。リアサイトにはすっごい引けがあります。当然、サイトの調整もできるはずもなくサイトピクチャーはこんな感じです。マガジンは自重で落下します。1×7 とあるので7発まで装填できるのかな？チャンバー内を覗いてみましょう。明らかにこの1年で流行ったカート廃墟メカそのまんまですね。このタイプはきちんとチャンバー内にカートリッジが入る構造になっていて、弾を発射した後にスライドをコッキングするとカートを廃墟する作りになっています。よくできたシステムですね。U2 初期は結構値段がお高めでしたが、今ではメルカリで1000円程度。このカートリッジが共通になっていてガバメントやモーゼルなども発売されました。それではカートリッジに弾を詰めて試射してみましょう。これは最初から弾が詰まっているようです。先ごめ方式でカートリッジの前の方に弾をセットしておきます。でも弾ポロはしないようですね。マガジンにカートリッジを入れましょう。5発以上入りそうです。そもそも7発って書いてあるんだけどなぁ。弾もきちんと発射されますし、カートリッジもきちんと廃墟されますね。スライドストップ機能がない初期のモデルですね。それでは初速を測ってみましょう。
135.9。 大した初速じゃないですね。46.1。 0.13 ジュール程度しか出ていません。 36.1。 45.0。 38.5。 5発の平均は 40.3 となりました。弾の重さが 0.12g でしたから、10金よりはパワーがあるようですね。この手の中華トイガンはカート廃墟アクションがメインなので、実写性能はいまいちのようです。見た目的にはグロック 18C なのですが、以上がレベッカ 18G ブラックの箱出しレビューです。次にグロック用のパーツが付くか試してみます。レーザーサイトをつけてみましょう。しっかりつきますね。こういうパーツをつければ、見た目もちょっとは良くなりますね。ただ全体的なプラスチッキーな雰囲気は消せないですね。アウターバレルも細いですね。いかがでしたか？レベッカなんて言っておきながら、単なるグロックじゃん。まあ、グロックは嫌いじゃないんだけどねー。これで一体何丁目のグロックなんだろう。一応レーザーサイトはつけてみたけど、ゼロインはやっていません。ゼロインしていないので、アイアンサイトでのグルーピングチェックをどうぞ。はい、はい、特設シューティングレンジに来ています。レベッカだかプリプリだか翔也だかわからないけど、グルーピングチェックします。ナーフ系中華トイガンのハンドガンなので、距離は 3.5 メートルで撃ってみます。弾は5発です。ゼロインしていないので、レーザーサイトは雰囲気だけです。アイアンサイトでセンター狙いです。こりゃナーフ系中華トイガンのハンドガンにしては、かなり素晴らしいグルーピングだよ。カート廃墟式のエアコキハンドガンでこのグルーピング。距離は 3.5 メートルだけど、部屋内で遊ぶには最高なんじゃない？はい。3.5 メートルとはいえ、なかなかいい性能でしたねー。国産では東京マルイやクラウンモデルがエアコキハンドガンを出しているけど、国産のエアコキってカートリッジ式じゃないよね。カート廃墟式オートマチックでこの集団性は素晴らしいんじゃないの？あ、これは、まさかの本番撮影中に壊れてしまいました。実はこの後で本当はこんな風にカスタムしていたんですよとネタバラシする予定だったのですが、左右のスライドを固定していたネジ止めの基部が割れたので、この動画はここで終了です。お粗末様でした。